本日は聖天なりは日本のお笑い芸人である。本名は栗田育美。女性である。静岡県静岡市出身。大田プロダクション所属。身長173センチメートル、血液型は A 型。2005年2月19日にお笑いコンビ。本日は聖天なりを結成。その相方だった清水香奈とは出会って5秒で結成を決めたという。 コンビで活動していた当時は、現役のダンサーでもあったということもあり、コントにヒップホップのダンスなどを取り入れたネタを披露していた。その後2006年2月19日に、相方の清水が抜け、ピン芸人に転校。ただ、このコンビ名はピン芸人転校因後も残し、そのまま、本日は晴天なりが、芸名となっている。なお、この名前は、自分は雨女だから、 名前だけでも晴れになってほしいという思いから来ていると言う。その後、事務所の先輩である優しい雨のラジオ、ポッタクラブにて、芸名の正式な由来は、嵐のゴリムチという曲の歌詞から取っていると明かした。デビュー前はスピードに憧れて、高校生時代は、地元、静岡から東京まで週に1回ダンスレッスンに通い、高校卒業後は、ダンスの専門学校に入学。 一方でお笑いも諦めきれず、ダンスの学校の先生の助言もあって、お笑いの道に進む。両性愛者であり、デビュー前の素人時代に、同じ女性に告白するという、あるテレビ番組の企画に出演。これをきっかけとして、この番組に出演していた、山崎徹と同じ歌プロダクションに所属した。嵐の二宮和成に憧れていて、生まれ変われるなら、二宮君になりたい。 とも言っている。長身と単発、男性に近い声質から男子系女芸人や男装気候師と自称している。よく男性に間違われるため職務質問されることがある。コントでスカートを履くことがあるが普段着はほとんど男物である。小学生時代、卒業文集に夢は漫才師と書いていた。一方でジャニーズジュニアに入りたいとも思っていたという。 幼少時は不思議の国のアリス症候群に悩まされていた。芸能人女子、フットサルチーム、四ツ谷クローバーズに所属していたが2008年12月21日のメルシートフェスタ2008アワードをもって退団。R-1 グランプリ2009では、準決勝まで進出。M-1 グランプリ2010では、メンソールライトとのコンビ、メンソールレフトで出場。 ウルトラマン好き。一人っ子かもしだ、栃木夫、荒井、ルネイワダ、富浦高之との同じウルトラマン好き芸人同士で、東京ウルトラマン好き芸人トークライブを行っている。HKT48 の指原莉乃のモノマネを、やっており、笑っていいとも。の、ウルトラソウル選手権では20秒で、指原莉乃になるというネタを披露した。また、八幡香る、陽子。 節子、川坂弥生、高田千尋、コンノブルマ、虎人と共に AKB48 メンバーのモノマネをする女芸人同士で組んだ二世 AKB の地、チーム G のメンバーとしてライブを行っている。2014年3月から5月にかけて行われた大人 AKB オーディションに応募。二次選考で落選した。2016年8月から 自ら主催の本日は晴天なりのお気に入ライブを行っている。2018年11月スターダムアイドルズに補欠として加入、2019年1月からは女子プロ団体スターダムの第11期練習生となったが、怪我などのこともあって2019年9月にプロレスラーデビューを断念したことを明らかにした。その後、同年中には菅もプロレスに いぶし紅茶として加入、同年12月13日に菅もプロレスデビュー。ホストなどに扮した一人コントのほか、電車戦隊乗りオソレンジャーに扮したコントなどを行っていたことがあった。スカートを履いてのコントでは、パンチパーマや角刈りなど格好に似合わないようなカツラを被って出ることもあった。また、ダンスを多く取り入れたネタを演じることもある。美少女戦士、 セーラームーンのキャラであるセーラー・ウブ・ラヌスのコスプレをしたネタも行っていた。2013年からは主に宝塚風の衣装でダンスをしたネタ、HKT48 の指原里乃のモノマネを行っている。指原のモノマネを始めたきっかけは芸人仲間などから似ていると指摘されていたことからといい、これについて岡本マリにメイクなどのアドバイスを受けたという。モノマネレパートリーは 指し原莉の和田明子、リリ子、春の愛などがある。和田とは身長、体重、体脂肪率が一緒という理由からモノマネをやるように言われたという。ほか、ありがとうございます。